命の御言葉、主法に書かれているものではなく、マタイ17章の14から20節となります。저희가무리에게이르되이름에한사람이예수께와서꿇어엎드려가로되주여내아들을불쌍히여기소서저희가간질로심히고생하여자주불에도넘어지며물에도넘어지는지라내가주의제자들에게데리고왔으나능히고치지못하더이다예수께서대답하여가라사대믿음이없고패역한세대여내가얼마나너희와함께있으며얼마나너희를참으리요그를이리로데려오라하시다이에예수께서꺼주시니귀신이나가고아이가그때부터나으니라이때제자들이종용이예수께나와가로되우리는어찌하여쫓아내지못하였나이까가라사대너희믿음이 적은영곤이라진실로너희에게이르노니너희가만일믿음이 한겨자씨만한만큼만있으면이산을명하여여기서저기로옮기라하여도옮길것이요또너희가못할것이 없으리라이는하나님의말씀이니라오늘말씀은1997년도1997년에로선생가韓国に戻られてからの初めての主日のリブ礼拝の時の説教です。題名は枯らした根一粒ほどの信仰があったならばとなります。今日の内容を伝える前にその御言葉の内容を主の恵みの中深く悟るためにいくつか申し上げたいと思います。私はイスラエルという国に行く4回も行っています。ペテロ・ヨハネ・ヤコブを連れて変化の山に登って行った山の名前がタボという名前なんですけれども、そこに登ってみたんですけれども、モーセとエリアが現れたんですね。あらゆる人間の救い主として、そして贖い主として、さらに主の御言葉に従順して十字架につけられることに対して議論されたとなっています。私が死因の中からよみがえる前までは誰もこの光景について語ってはならないと主が願われたのです。そして下ってくるわけなんですけれども、町の中が騒いでいたのです。中で一人がイエス様にひれをして、私の息子が내아들을불쌍히여기달라고転換で苦しんでおりますと、何度も何度も火の中や水の中に倒れるのですと、直してくださいと言ったんですね。そしてこう言うのです。それでその子をお弟子さんたちのところに連れてきましたが、直していただけませんでしたと。直してくれる力がなかったということです。예수께서밤이맞도록기도했죠열두제자선택을위해서밤이맞도록기도하고난다음에내려와서夜遅くまで祈ってから帰ってきて、イエス様は十二人の弟子を選ばれました。우리피조물인간같이我々피조물人間のように막연하게어저남의속도모르고그렇게한게아니라다아셨죠イエス様は全てを知っておられる中で彼らに力を与えてくださいました。また10章の一節、イエス様が12人の弟子を呼ばれ、悪霊を追い払われ病気を治してくださる力を与えられたとなっています。모든귀신을쫓아내고어떤병이든지고치는
どんな病気でも治す力を与えてくださったのに、それをどこに落としてしまったでしょうか。分明히오늘본말씀을때에당신제자한테데려왔지만은등이고치고나면간히によりますと、あなたの弟子のところに連れてきましたが、治すことができませんでしたとなっています。恥をかかされたわけです。力を与えられているのにもかかわらず、昔の話じゃありません。自分に信仰があるのかどうかを確認してみてください。本当にイエス様を信じると言える、主の弟子だと言えるのかと、本当に神様に認められるような奉仕をしているのかと。牧師ならば牧師にふさわしく、長老なら長老にふさわしくしてほしいのです。彼らは教会をリードしていくものなので、人に範を示さなければならないわけです。彼らにはそれを治す力がなかったとなっています。イエス께서答えしきる믿음이없고폐역한세대요。ああ、なんと不信仰な曲がった世代であろうと言われたんですね。もう腐り切っていると。양심이다마비돼서양심조차찾아볼수없는것이폐역한세대입니다。믿음이양심이없는세상이다。信仰に受ける良心をなくしてしまった世界なんです。하나님이이르겐거짓말할수가있습니까？폐거슬을폐죠역거슬역자입니다。主に逆らったのですね。良心をなくしていると、不信仰な曲がっている者たちであると。信仰ある者であるならば、信仰の良心を持っていなければなりません。よく欲望が燃え上がってしまうと、自分自身がまず焼かれてしまいます。순정히하나님말씀을들으려고도하지않고깨닫기위해서애쓰지않고믿으려고도하지않고사도를위해서힘을쏟아부어주지않고믿음이없는것이바로이시대입니다。그러면서내가얼마나너희와함께있겠느냐고말이야。무서운심판입니다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 。イエス様は言われたんですね。いつまであなたたちと一緒にいると期待しているのかと。いつまで我慢しなければならないのかと。天間で苦しんでいる彼に対して主がお叱りになったとなっていたんですね。悪霊は驚いてその子から出ていたんです。제자들이오늘미안해요선생님께하신말씀이우리왜안됩니까自分たちにはなぜできなかったんですか。信仰が薄いから。ゴマの粒よりも小さいのがからし種なんですけれども、そのからし種一粒ほどの信仰があったならば、この山に向かってあそこに行けって言えば移るであろうと、移すことだってできるんだとなっています。ルカ17章の一節からをまた読んでいただきますと、まずはですね、人に人の悪口をしないでください。悪口をしてしまう人は、人のことを悪く言う人は、その息子娘さんも将来うまくいけません。ある人を罪に誘惑する人は、むしろ引き臼を首にかけられて海に投げ入れられた方がましであるとなっています。もしあなたは兄弟が罪を犯すなら、
許してあげてくださいと言われたんですけれども、なかなか難しいんですね。数十回頑張って働いていて、もう1回だけミスってしまったらもうやめてほしいって雇い主からも言われるわけなんです。しかし主はとにかく許してあげて、許してやりなさいと言われたんです。主よ、信仰を増してくださいと弟子たちは言いました。そこで主は言われたんです。からしたね、一粒ほどの信仰があるなら、この桑の木、桑の木は根っこがすごく強い木です。しかし根っこがあれだけ強い木に対しても抜け出して海に追われと言っていくと、その言葉の通りになるわけです。なので私は本日、からしたね、一粒ほどの信仰があるなら、なぜ教会のことを十分愛せないんですか。なぜ人のことを悪く言うんでしょうか。알지못하는가운데놀랍게도성장하는성장성장하는거예요知らないうちに成長するわけです。エペソ4章の13節、私たちすべてのものは神の子を信じる信仰の位置と彼を知る知識の位置とに到達し、全く人となり、ついにキリストの満ちた徳の高さにまで至るためであると。異端は自らを異端だとは認めないわけです。例えば平行式教会っていうふうに見せかけるわけなんです。しかし皆さん、ちょっと変だなって思う場合はそれを別に秘密にしなくてもいいんですから、教会に積極的に通報してください。秘密にする必要はありません。神様はおっしゃったんですね。ヨハネ12章の24節、一粒の麦が地に落ちて死ななければ、それはただ一粒のままであるんだけれども、それがもし死んだなら豊かに実を結ぶようになると言われています。生き動いて活動するわけです。あらゆる分野においても自信があって元気があるのです。自分たちの信仰の主は神様なんです。エブル12章の一節、イエス様だけが信仰のある方なんです。だからこそイエス様に求めなければなりません。これをくださいって願う時にはイエス様に祈らなければならないわけです。信仰によって我々は義人であると認められました。その恵みによって救われるとなっています。エペソ2章の8節です。また信仰によって心が清くなるとなっています。なので信仰がないっていう人の良心は清いはずがないんです。エペソ3章12節말씀하나하나님앞에담대나갈수가大胆に御前に向かって進んでいけるんです。人の気配を気にするとかする必要もなく堂々といけるのです。信仰さえあれば大胆に信じることができ、神様の娘息子なんです。例えば世の中でも偉い人の子、偉い人の息子娘さんっていうとお嬢さんっても言われますし、
すごく前から気にしてくれるんですね。聖書によるとお金持ちのがたくさんのお金を持っていても世の終わりには必ず彼らの持っているものは信仰あるものに与えられるとなっています。信仰さえあれば世の中に対しても勝利を得ることができます。예수의말씀을들을줄알고깨달을줄아는자이고지라고했어요교회생활백날해보세요교회에공부도하지않고열심히やっていても깨닫지못하면은밤낮지도않는사그러니까평신도보다부끄럽죠매일이가横ばいなんです一生頑張っても成長がないんです。믿음의약속은뭡니까간단해요신고의약속은또뭐인데쇼까영원한생명이라永遠なる命なんです。내가너한테영원한생명을주면될거아니냐あなたに永遠なる命を賜物としてあげると。ヨハン1章2章25節。ヨハン手紙第1章の2章の25節です。ヘブル11章の6節のように、信仰がなければ、信仰によらなければ、主に喜ばれることはできないと。ただ世の中的なこと、欲でいっぱいとなっている人、自分自身しか考えないこと、ローマ8章の5節からの内容です。皆さん信仰の成長のためにどれだけ聖書のことを愛して毎日読んでいるでしょうか。そこに涙があるでしょうか。切実に求めていたでしょうか。礼拝の時間を例えば自分の家のどんなことよりも優先した経験ってあるでしょうか。民数記1章の46節、エジプトから出た男の子たちは長征を戦う男の子たち男性だけで63,550 人でした。でしたが、アラノで40年間を過ごす中、603,550 人のうち603,548 人。全員死んでしまい、ヨシアとカレブたった2人しか生き残れませんでした。民数記14章の24から30節、ただ神様にだけ注目し、その御言葉だけを信じていたと。カレブとヨシアは家族がいない人でもないんですね。彼らだって兄弟姉妹親がいたわけです。しかし全員信仰がない中、彼らだけは信仰を強く持ち続けていたのです。モーセは神様から送られた人だから、神様のように従うべきですと。約束していただいていた地、カナンの地が自分たちにおける永遠なる資料であると。そう言っても聞いてくれなかったんです。親戚からですね。信仰は誰もが持てるようなものじゃありません。ペテロは自信を持って言っていました。しかし神様は言われました。シモンに対して、これから私たちは悪者どもに捕まえられて死ぬことになっているが、ただただあなた方の信仰を心配していると。そうしたら彼は答えたんですね。自分はどうすればいいんですかと。イエス様に聞いてみて、イエス様から預言をされた時に彼は自信を持って言いました。ここ3年も家族もあとおろそかにしてまで先生についてきた私に何を言うんですかと自信を持っていたんですね。あなたが死ぬところは自分が代わりに死にますのでっても言いました。その時イエス様はペテロに言われたんです。
あなたは鶏が3回鳴く前に、鶏が鳴く前に3回も私を否めると、否定すると、彼が言ってみたことのない、彼の将来にも言ってみた。イエス様は彼がどう言うのか、そこまで全部知っておられたわけです。自分たちも同じです。それぞれ本当に信仰があるかどうかを考えてみてください。信仰があれば世の中に負けることなんてありません。世の中が皆さんのことを潰そうとしても、決して皆さんのことを倒すことはできないんです。イエス様が信仰の主であるためです。イエス様が皆さんの中でじっとしておられるわけじゃないんですね。ご自分の宮なんです。皆さん自身がイエス様の家なんです。だからイエス様も生き動いて見渡されるわけです。イエス様は神様の秘密なんです。主の秘密を悟るためには、イエス様をしっかりと捕まえて逃してはなりません。コロサイ2章の2節です。またコロサイ2章の3節、イエス様の中には聖典の知恵と知識、宝物が隠されているんだと。知識と知恵との宝が一切隠られている。イエス様だけ信じると、その全てが自分のものになりますと。何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようか、とにかく心配するなって。それは信仰のない者たちが求めるものであって、あなた方はまず神の国とその義を求めなさいと言われました。一つ目、それは信仰でした。人の言う言葉によって左右されるわけではなく、例えばある有名な博士とか、ローマ10章の17節、信仰は聞くことからでき始め、それはキリストの御言葉によるものであるとなっています。私の言う内容を理解できないあなたたちは神様の子であるとは言えないと。自分の口から出る言葉を悟ってこそ神様の子であると言えると。ヨハネ福音8章の47節です。御言葉をどれだけ聞いていたでしょうか。信仰が神様からの贈り物だからといって、何の関係もないのに祝福されるってことはないんです。本当にイエス様のことを愛して、御言葉が永遠なる命であることを認識していて、聖書を心から大切にして愛する者にだけ神様は信仰という贈り物を与えられます。信仰の発生原因、源は聖書なんです。聖書なしに旧のたくさんの奇跡とか、これまでの歴史とか、天国についてのこと、自分たちとしては悟ることができません。信仰の発生原因が聖書であると言えます。例えば牢獄に入れられても、週末は教会に行くことが許されるので、一応聖書を読みますが、平日は一度も読もうとはしない。ヨハネ一章の一節、
ネゴショの35節、あんた方が聖書から永遠なる命を得ることを理解した上で聖書を読んでいるだろうが、この聖書は私について証しをするものであるとなっています。ここまで教えてくださったのに彼らは帰ってきませんでした。聖書を書かれたのは イエス様を信じるようにするためであるとなっています。イエス様が十字架につけられて、いつまでも常しいに生きていくだろうと思い込んでいた彼らは、イエス様はもう死んでしまったと、葬るのも全部目撃したからって、復活するっていう話もあるんだけれどもって言われても、もう知らない。二人の人が家に、地元に帰っていました。なぜそんなに 顔色が悪いんですかって言われたときに、メシアだと信じていた彼が死んだんですとついていたんですね。そう移動してから2人の使徒に出会えたのです。そこで祝福の祈りをされている中、イエス様がいなくなりました。びっくりして、タマスコに向かっていた2人の弟子たちは何と言ったんですか。先ほど道端で御言葉を教えてくださっていたとき、心の中が熱くなったではないかと。皆さん、御言葉だけ確保してみてください。信じてみてください。心の中が熱くなります。家のことももちろん頑張っていかなければならないんですけれども、時間の無駄遣いがないように伝道したり、また知らない人、御言葉のことが分かっていない人に聖書勉強を助けたり、エブル4章の12節、御言葉にはその人の全てを察知する力があるとなっています。ヘブル4章の12節です。もちろん自分だって信仰生活を頑張りたいんですけれども、なかなか簡単じゃないんですって、ないですねっていう人もいるんですけれども、情けないんです。皆さん、力を尽くして祈ってみてください。祈っといて答えられてないのにって簡単に諦めないでください。祈りは待ち続ける宗教です。イエス様が再び来られるまで祈るわけです。詩篇40編の一節、ヨハネの福音14章の13節、どんなことであっても私の皆によって求めるものは必ず答えてあげると。自分の財布の中に例えば1万円札が入っているとしたら、それはもう疑う必要はないんですね。間違いなく入っているわけなんです。信仰もそうなんです。普通にそのものがあるべき場所にあるだろうって、自分たちが自然に信じるように信じることが本当の信仰なんです。すべてのことを担われる神様、飢えていて
まともに着る服もなくて、全部衣服が脱がされたまま十字架につけられてしまったイエス様なんですね。何一つ身にまとうことができませんでした。自分たちの信仰を、ご自分の血潮を一滴も残さずに全部流されながら、自分たちの全ての罪を許してくださって、罪がないと認めてくださって、ご自分の義を自分たちに与えてくださって、主の御子としての形とならしてくださって、世の中から罪に対して、そして自分自身に対して勝利を得て、そしてその人が願うものは全部叶えてくださると。それでも安心できなくて心配だから、復活されたイエス様は天に昇られても神様の右側の御座に座られていながらも、自分たちのために今もなお祈り続けてくださっているということです。ローマ書の34節を読んでみてください。例えば皆さんの家族が癌にかかってしまったとしましょう。そうなると家族同士の食事会をするとかするときに、お酒でもいっぱい飲みたいという気持ちにはならないはずです。あなた方はあと4ヶ月は経たないと収穫できないというのだが、主の目にはもう今すぐ収穫しなければならないタイミングなんです。しかし働き手がいないんだと、主に祈って働き手を送ってくださいと、マタイ9章の内容です。ヨハネ4章です。ルカ17章の一節を読んでみてください。自分たちのために今もなお祈ってくださっているのです。あなた方の信仰がさらに成長して、それぞれの信仰が成長してほしいと、信仰の成長は迫害と誤解といろんな厳しさがあっても、それを気にしません。あなたはあなたであって、私は私であると。私にはイエス様の跡があると。世の中は自分にどうのこうの言わないでほしい。使徒のパウロは堂々と言いました。すでに裁かれることを知っていたためです。さらに熱心に祈って伝道して、主の気持ちを持って活動していくと、たくさんの人を治す力があって、そうしたらたくさんの民の心が、民たちが使徒イエス様の人たちを信用することになったと。第2コリント11章の22から30節、眠れずに食べることもできずに殴られたり叩かれたりしてたくさん苦労したんですね。
あなたが御言葉を伝えて、まだまだ信仰が良い者たちがもしつまずいてしまうのではと思って彼らを心配していたとなっています。ルカ5章です。主の弟子たちは漁師なんです。朝昼夜いつどこでたくさんの魚が釣れるのかっていうのがもうすでに分かっているものたちなんです。ペテロはまずは御言葉に頼って釣りをしていたら、その網が裂けるくらいにいっぱいに取れたとなっています。御言葉に頼ってその網を右側に下ろしてみたらこれだけたくさん取れましたと。普通の教会はその御言葉でいっぱいとなっていて、とにかく主に頼って恵みも祈りもとにかく満たされている教会です。互いに愛し合ってください。好きな人だけ、好きな人同士でだけ集まるっていうよりはそうやってください。しかしサタンがサタンを攻撃するわけです。キリストイエスの中では割礼も割礼でないものも意味がなく、尊いのは愛によって働く信仰だけであるとなっています。信仰は救いであって命であって力であります。愛は救いの実りであると言えます。熱く愛するっていう気持ちはなかなか文章とか言葉では表現できません。ガラテヤ5章の5節のように聖霊をたくさんいただいてください。そうすると主が愛を持って導いてくださいます。嬉しくないでしょうか。使徒行伝11章の24節を見てください。언제나밝은세계어려움을당할때의위로의세계고난당할때의축복의세계또한강력한믿음의역사를이길수있는그길을인도해주실줄로믿으시기를바랍니다나는여러분들다시마미나산에대해서이런나기대를しています。물론가라시타네より大きな信仰があればそれも嬉しいんですけど、平子出し教会に対してもとにかくこのからし種一粒よりは大きな信仰を与えてくださいと、この山に対してここに移れって言われると本当に移されるって言ったおっしゃったんですね。何も信じてないのにもっと大きなものをたくさん出してくださいという人は本当に悪い人なんです。しかしこう祈るのはいかがでしょうか。からし
種一粒ぐらいの信仰さえあれば十分ですと祈ってみてください。従順すると全てが順調にいきます。御言葉に対して従順してください。従順して全ての人はたくさん祝福されたんです。オベデドエドムは契約の箱を持っていたので祝福されました。皆さん御言葉の前に従順し、今日祈る時にはですね、神様はもちろん大きければ多いほど嬉しいんですけれども、少なくともからした根一粒よりは大きな信仰を与えられて、山に対してここに移れって言うと本当に移れるぐらいのことができるように、その信仰を与えてくださいと祈りましょう。そして本当にその結果としてこの信仰が得られましたと、私を支えてください、助けてくださいと、生きても死んでも食べるのも死ぬのもとにかく神様の御胸のために存在するものですので、神様の御胸のために尽くしたいと思いますという祈りをすることで、御胸に御前に誓いの祈りをしてくださることを願います。祈りたいと思います。神様感謝いたします。からした根一粒のような信仰がさえあれば、植えられている木を他のところに移すこともできると言われます。大きく見えるだけだった神人も祈りを持って克服することができます。信仰にはできないことがありません。これからの仕事、いろんなビジネス、信仰によってやるように導いてください。信仰によって生きていく過程となしてください。イエス様を信じる信仰だけは失われずに、とらわれずに大切にすることができるように導いてください。御言葉に行くその日まで御言葉、恵み、そして一粒のようなからしたね、一粒のような信仰を与えてください。また出会えるその日まで、小さなものでありながらその信仰を大切にして、失わずに互いに御前に信仰を持ち続けることができるように導いてください。これからの時間も主が守ってくださり、すでにすべてのことを御前で行うことができるように導いてください。すべてのことを聖なるイエス・キリストの皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。